KC カップ死ぬほどサボってた龍です。さあ本日なんですが、私がまた KC カップを突破したデッキシリーズですよ。あのいつもね KC カップは私あのセカンドステージちょっとあの辛すぎるのでやらないんで精神的にやむのでやらないんで、ファーストステージをなんか環境外デッキで突破するのが私の KC カップとなっているんですけども、今回の KC ファースト突破シリーズ、氷結界デッキです。氷結界デッキですよ。天才か。構築はちょっとディスコードのね、あの方の、デッキ参考にさせていただいた部分も結構大きいんですが、あのね、皆さんこの氷結界の三宝神っていう、カードご存知でしょうか。これね、昔デュエルリンクスをやっていた方であれば、スタンバイ氷結界っていう、あの、デュエルスタンバイ氷結界っていうマジ最強デッキが、思い浮かぶと思うんですけども、このカードめっちゃ強いんですよ。ていうか、氷結界って何て言ったら3種類を、相手に見せて、相手のカードを一番破壊しながら、破壊した後に自分は手札から氷結界モンスター特殊召喚できるっていうことで、まあ、上級モンスターでも特殊召喚できるっていうカードなんですよね。これがね、まあ強い。非常に。で、これで相手のカードを、まあ、ぶっ破して、で、グルナードを出していくと。グルナードはこいつ、フィールド上にいると、一度だけ氷結界のモンスターの召喚が増えるんで、で、これで展開していくっていうデッキですね。で、氷結界って水属性なんですよ。だから属性めっちゃ強くて、水属性って今最強スキルあんじゃん。このサメの領域っていうスキル、これでレベル合わせるとシンクロ召喚とかエクシーズ召喚ができるんだけども、なんと氷結界にはね水属チューナーがいるんですよ。水影っていうね、これ俺のチャンネルでしか見たことがない最強チューナーで、このモンスター水属チューナーなんで、これ出るんですよ。これね結構楽しいからマジで使ってみて。これ俺これで突破したから KC カップ。ちなみになんですけども、先行はマジでプレミです。先行はマジでプレミ、高校取ってコイントスで赤が出ることを祈り続けるっていうゲームですから、はい。でウツボでねお祈りして、グルナードと水かけを引くっていうね、そういうゲームやっていきましょう。デュエルスタンバイ。やべえ降格戦や、まずいまずい。先行はもうノーシターエンド。先行お祈りターエンド来た。いやーこれ降格戦、これワンキルやめてください。ワンキルマジでやめていただきたい。ちょ何これ武藤陽樹さん、これ何デッキですか。これマジ運ゲーなんだよな。これまずそもそもまずコインで赤出さないといけないっていうね、そういうデッキだから。マジシャンズロッド、ブラックマジシャンデッキ、オッケー。ブラックマジシャンデッキ、いやこれ三宝神打てるかゲーみたいなとこある。1600は受ける。大丈夫、ワンキルねえわ多分。ブラックマジシャンはワンキルないって言ってたお母さんが。で絆の力 OK、 もう全然問題ない。 OK、 千狙いが OK、 魔導値もない、了解。でですね、私はここで三宝神がドローできない。なるほど、運ゲーですねこれは。じゃあ運ゲーを仕掛けていきましょう。さあまずは強欲なウツボによってお祈りしていこう。これとこれをプッてやって、ダラってサマ引いて、プルってやって、あーおお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 お、なるほど。まずは一発三宝神で分からしていくか。一発三宝神、この氷結界の三宝神っていうかと皆さんご存知ですか。このなんか3枚の氷結界を見せつけて3種類かで、相手のカードを一番破壊して、破壊できたらマジシャンズナブゲート OK、 破壊できたらモンスターを特殊召喚できるっていうね、そういう最強カードなんですけども、ああいいよ。そのセットカード何なんだろうな、そのセットカード分かんねえな、そのセットカードわかんねえけど、これウツボじゃなくてもちょっとこうするんじゃないですか。でこうするっしょ。でですね、こうするっしょ。水影召喚するっしょ。でスキル発動するっしょ。で特殊召喚するっしょ。違うわ、これ召喚してるのか、これ召喚してから特殊召喚だ、順番間違えた。で、こうするっしょ。こことここでシンクロしていけばいいんだな。2800残した方が強いな、これな。こうだろ、これでいい。これでシンクロ召喚してグレードドラゴン出して、でグレードドラゴンの効果によって、相手のバックとこれイリュージョンか、破壊して、はい、OK、バトル、はい、どっちでもいいな、これどっちでもいいな、はい、で、はい、OK、返した、OK、OK、OK、返した、盤面大掃除きた。いいぞ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 、頑張れ頑張れ、グルナードグレードドラゴン。これ盤面結構強いと思うけどね、2800、3000、いや結構強いと思うけどね、これ
もう全然それはいいですよ。もうそれはもう全然いい。でそあとそいつめんどくさいな。でもそのなんかマジシャン、チョコマジシャンがあるちょっとめんどくさいから、こいつをどうやって処理するか。次なんか柿モンスターでなんか1600くらい あのモンスター引いたらね、そいつでぶん殴るみたいな展開はあるけども、さあどうするのというき、いや結構辛いだろ。盤面打点結構えぐいことになってるから。なるほど、いいねいいね、言った通りになるね、言った通りになるね、言った通りになるね。とりあえずこれ召喚していくか。軍師召喚 で軍師ぶん殴って、なんもないなんもない。なるほど、攻撃反応だけマジでやめて、攻撃反応だけマジでやめて。チョコマジシャンはいい、チョコマジシャンはいいや。で墓地からブラックマジシャンがなんか特殊召喚し、そいつにぶん殴らせるという、そういう、はい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 、なるほどね、やばいねそれは。でとりあえずこれもぶん殴って、はい、でこれぶん殴って、はい、やばいぞ。あと残りライフ600だぞ、あと残りライフ600だぞ、やばいぞ。マジこれぶん殴られたら負ける。ちょマジで、ちょロット召喚マジやめて。危ねえ、クソ危ねえ、劇的に危ねえわ。ワンドローだけする。これでも普通にスキル発動するか、サメの領域発動して、で一回ちょっと分断的なやつケアするか。今日も波紋のバリアとか来たら本当にもう目も当てらんないけど、分断ケアだけしておこう。このまま殴れていいんじゃないか。バトル多分マジで通って、なんだ波紋やめて、波紋マジでやめて。あぶれあぶれあぶれ、広角旋回避あぶな。多分ねこの動画出してるぐらいの時にはね、氷結界 OCG の方で、やべうんこみたいなのが来た、おそらく OCG の方で氷結界ストラクがね発売になってると思うんですよね、おそらくなんですけども。なんで氷結界ストラクに先駆けて氷結界でデュエルキング、デュエルキングじゃねえや、 KC ファーストを突破するっていうね、あまりにも反則行為をね、反則ってあれですよ、販売促進ね、行為をしてるんで、これ相当これコナミさん的にはありがたいはず。さあ相手のカードセットセット、まあおそらく知らないか、土球部隊的な、妖刀土球部隊みたいな感じか。水影、うわゴミみたいなハンド来た、ゴミハンド来た、ゴミハンや、ゴミハン来た。これあ違うのいないといけないか、あなんかでもあれだな、土球じゃねえのこれ。あ違う、何の反応もねえや。じゃあ舞姫の効果、水影的な、水影じゃねえや、氷結界的な何かを見せて相手のセットカードを手札で戻し、でスキルを発動していく。で妖刀知らぬいと読んでいるあのセットモンスターをスパイリングシャークでぶん殴っていこう。スパイリー、おうスパイリー、おうミヤズカさん、なるほどミヤズカさんでしたね、うん、まあでも妖刀じゃなければまあ何でもいいでしょう。妖刀じゃないんでそこそこ事故ってるんじゃないかな多分ね。これねもうね、本当にKC セカンド始まる、やべ語り強い、KC セカンド始まるくらいのところで俺ファーストやってるから、多分ね あんまりねその強そうなトラップ持ってないと思うんだよね相手多分なんか適当な分断とか積んでんじゃねえかなみたいな攻撃反応系のトラップと俺は読んでいる。どうだろう、語りは多分トップ引きっぽいよなこれな、おそらく。あもしくはモンスターを引いてなくて、モンスター引いてないことあるな、さっきのターンで。で語りは伏せてあったけどモンスターがなかったみたいな手札にっていうパターンはあるね。はいはい、あでも二伏せ追加か、二伏せ強いからマジやめてほしいんだよな。ナイスナイスナイスすぎ、ナイスですね。手札の氷結界3種類を相手に見せつけることによって、貴様のフィールドのマジックトラップカードもしくはモンスターでもいいが、そのモンスターを俺は破壊することができるぞ。さあそのセットカードは破壊させていただこう。さあなんだそのチェーンは、深すぎた墓穴だろう。深すぎた墓穴は、次のスタンバイフェーズに指定したモンスターを自分のフィールド上に特殊召喚するというカード、つまりこのターンは何も起きない。グルナードを召喚、そして何も引かんねえ、いけ水かけ、いけスキル発動、うおーらーおりゃーおりゃー、仮面ライダークーガがキックするときの掛け声、おりゃー。でセットカードと相手のモンスターを破壊して、さらに超掛け余ってるの強っ、強すぎー、バトルー、おりゃー、おりゃー、最強だった、
最強デッキ、このデッキ。よし、これ勝ったら、これ勝ったらレベル20やぞ。みんないけるぞ、反動は強い。あとはでもあれだな、あいつ欲しいな、なんだっけ、水影、水影をね、こんなに祈ることが起きるんだなっていうのはちょっと思ってるんですけども、ただマジで、いやほんと長かった。コイン赤出ろってお祈りするゲームだったんで、基本的にはめちゃくちゃ長かったっすね。長かった長かった。シスターオッケー、ガガガね、了解了解了解、オッケー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 、はいはい、でズボン長オーケーオーケーオーケー、あーオーケー、シスターオーケー、いいねいいね、いい感じ。いやこれね、多分ね、言うてそんなに先行強い盤面には多分なんないと思うんだよね、基本的には。ガガガって出すとしても、まあ6のカメラ映画泥棒か、まあ、もしくは多分ホープとかそっち系のモンスターだと思うんだけど、まあ、でも伏せ追加、伏せボルト手札加えて1枚伏せか、なるほどな。あの伏せなんだろうな、ボルトだったら嬉しいんだけどな、ブラックボルトだったら嬉しい。さあまずはエクシーズ召喚をしていく。レベル4が2体来るぞユーマ。おでも本当のホープだ、マジモンの、マジモンのユーマやったわ。なるほど、いいですね。これなかなかあんまり見ないですからね。後伏せ、なるほど、後伏せ。これボルト、これさ、これボルトあれなんじゃないの。一回ちょっと三方陣しましょうか。三方陣、多分最初に伏せた方は多分強いカードなんですよ、多分ね。多分最初に伏せたカードは強いカードだと思うんで、最初に伏せた方を破壊すればいいんじゃないかなと思うんだけど、いやこれ水かけ系なんだよね、これ一回出してでウツボ使って水かけ引くみたいなパターンだから。次元フェオッケー、次元フェでグルナード召喚していく。で何かあるか、何もない、オッケーで、ウツボ発動、ちょ水かけ頼む、俺たちの水かけ、ここにせよ俺たちの水かけ、よーし見せんな、見せんなよ。こうして召喚して、で好きだとサメの領域シャークテントリー、くらえ、いけ、グレイドルドラゴンをシンクロ召喚、グレイドルドラゴンのモンスター効果を発動、相手のフィールドのカードを2枚選択肢破壊することができる、いけ、おら、長かった、長かった、長かった。皆さんやりました、私はやり遂げましたよ。小結界デッキでデュエリストラベルマックスだ、神ゲーだ、デュエルリンクスは神ゲー。